ちゃんくん、おはよう。今日はですね、お昼の通常の生配信、それから、クロケンおじさん勝手に歌うようのチャンネルの配信、その後夜ですね、地元のフォーク同好、フォークソング同好会に、参加します。ちょっと音楽三昧になりますが、そのためにですね、今爪の手入れをしています。あんまり大したことはないんですけれども、だいたい爪で弾くので、ただ爪がやっぱりちょっと弱めなんですかね。朝ご飯を食べていてちょっとぶつけたら欠けています。これを滑らかに今してですね、弾くときに引っかからないようにという気遣いをしています。何をする、どうするのが一番正しいのかよく分からずやっていますが、そしてジャン君は朝日でうとうとしています。綺麗。これはジャン君の3ヶ月ぐらいの動画です。それを近くで見ているジャン君がこれです。これは7年経っています。はい、どう、はい、なでなでポイント。これからですね、フォークソング同好会、フォークソング同好会に行くんですが、ギリギリですがちょっと練習をしておきます。街の外れの越しに広の方掲げた投資、ここ弾けてねえよ。起き抜けの路面電車が、ダメかさあしょうがない、もう行きましょう。こんにちは、フォークソングの、あ、そうです、はい、どこかへの方です、はい、今日からちょっとお邪魔させていただこうと思っているんですけれども、黒岩と申します。久しぶりに来るんで、あ、そうですか、ちょっと入ったら違います、別の、あ、そうですか、なんか15分ぐらい前に来れば、そこからっていう話をだけ聞いてるんですが、あ、そうなんですか、はい、多分まだ来てる、大丈夫ですかね、はい、無理やりですよね、俺ね
なぎ歩いて眩しそうに同じセリフを眩しく反射する、する君にも届けよ私の辛さ、泣く大地を強いにしたり優しさ、はい、はじめまして、クロケンと申します。本名は黒岩なんですけれども、インターネットの YouTuber に今やっておりましてですね、時事 YouTuber として細々とやってるんですけれども、そちらの方で黒犬というひらがなで書く名前でやってます。音楽も勝手に載せているという形でやっています。去年の秋に秦野に、引っ越してきましてですね、まだ誰も知らない状態が、ずっと続いておりまして、この先生のところでギター教室に通い始めてからですね、いろんな人とちょっとずつ今交流を深めているところです。おそらくはここに骨をうずめるんではないかという予想をしていますので、お友達になってください。もうお友達になっていただくのが最大の今目標です。はい、どうぞ。あなたが亡くなった時は、はい、健康の一本は支えます。ありがとうございます。お願いします。音楽の方はですね、長いことボーカルをやってまして、先ほどちょっとあの紹介いただいたパーカスは、中学の時に鼻がでかいんでリンゴスターだということでドラムをやらされですね、そこからパーカッションやっていました。で、途中から楽器を運ぶのがめんどくさいということでやめてボーカル1本で来ました。で、ギターはかなりひどいです。弾ける曲と弾けない曲の差がものすごくあってですね、今日は弾ける曲だけやりに来ました。それで、先生のところで習っている今日の、課題は G メジャー7の弾き方、これに尽きるわけです。始めます。曲としては、ハッピーエンドという、バンドがあって、その辺のところが得意なのでやらさせていただきます。ちょっと待ってよ。G メジャー7が何度も出てくる曲をやります。これは自分に課してるんですけれども、顔に出ます。やばいっていう時は顔が必ずしかめつになりますので、風、違う、夏なんですという、これは細野晴臣さんの曲になります。これも最初のイントロ部分がYMO ですね。そうですの、ちょっと前ですね、売れる前って言ってもいいのかな。田舎の白いあぜ道で同好会、フォーク同好会って言ったかな、を今終了しました。
それぞれですね、いろんなキャラクターのなんかね、やっぱり、ギターを研究会のような感じでしょうかね、技術を高め合うというふうに言えばいいのかな。クロケンの場合はですね、とにかく自分の、ミスが出やすいやつを中心に弾いてみました。ミスしました。まあこれからですね。